ちょっとは役に立つアルゴリズム割り算の巻です。結構 Excel の場合、有効桁数が16桁ですから、割り算で結構誤差出ることあるんですよね。例えばこうやって、例えば適当な数値でこうやるとですね、で、あ、これはちょっとテキストにしまして、こうやって横桁数64桁で後出るんですけど、でこちらが Excel の0156388、今ここで止まってるんですけど、これで後出てしまうと。ただそれが何に使えるかと言われれば、確かにその通りなんですけど、まあでも例えば有効桁数ちょっと32ぐらいにして、16の4678とか、こんなもちゃめちゃくちゃな数字とかで、あ、しまった、 0.5 にら00の55672、これはもう指数ですから、こんだけしか、2個桁ないんですよね。ちょっとこれ分かりづらいんで、コピーして、停止選択で値複写。あ、ダメか。ほんで、セブンの書式、設定で数値で、標準、数値が出るかどうか、あ、ダメだ、あ、でも0になってますけど、526272752072239392735、この辺まで問題ですよね。で、例えば64桁にしてだと出すと、これなんか結構、まあ確か何も使えないっちゃ何も使えないんですけど、例えば円周率の計算でなんか割り算するときなんかは、本当な1万桁とかあったらね、途中で1万桁の分数がいるかもしれないんで、まあ、でもないかな。というわけで、何の役にも立たないアルゴリズム割り算の巻でした。終わり。